クリストファー・フランク・カランディーニ・ニリーは、イギリス出身の映画俳優。怪奇映画の大スターとして、なおはぜ、90歳を超えても、生涯現役で活躍した名優である。出演作は250本以上にも上り、世界で最も多くの映画に出演した俳優として、ギネスブックに記載されている。ドラキュラ伯爵役で有名となり、その後は、白夜の陰獣のラスプーチン。 零零七黄金銃を持つ男のスカラマンが三獣子のロシフォールなど特に悪役でその魅力が際立っている。190センチメートル以上の長身は置いてますます異様を誇り2000年代以降80歳を超えてからもその威厳をロード・オブ・ザ・リングやスター・ウォーズなどの大作でいかなく発揮した。ピーター・カッシング、ビンセント・プライスと並ぶ銀幕スターとして 第二次世界大戦後のホラー映画黄金期を築いた。特にカッシングとは多くの作品で共演し、両者の組み合わせはホラー映画の名コンビとして知られている。ロンドンウェストミンスターのベルグレービアにて、第60キングスロイヤルライフル軍団に所属する陸軍中佐の父ジェフリー・トロロープリーとイタリアの名門貴族出身の母、エステレ・マリーリーのもとに生まれる。 カランディーニケはシャルル・マーニュに遡る家系とされている。幼い時に両親が離婚したため、スイスで過ごすが、その後ロンドンに戻る。語学能力に長け、英語以外に7カ国語を自在に話すことができたとされ、実際に英語のほかドイツ語、フランス語で映画に出演することも多かった。リー・フンスル・ドラキュラ伯爵、若い頃は193センチメートルという長身の、 アメスタントマンや脇役が中心だった。ハマーフィルムの回帰映画、フランケンシュタインの逆襲では、フランケンシュタイン男爵に創造される怪物を演じたが、この時は、奇怪なメイクで、素顔は見せず、またセリフもなかった。そのグロテスクなメイキャップに、当時のマスコミには、リーは事故をして、整形手術に失敗したらしいなどと揶揄される、始末だった。フランケンシュタインの逆襲が、 大ヒットすると、ハマーフィルムは続いて、吸血鬼ドラキュラを制作する。ここでリーは、ドラキュラ伯爵役を得、吸血鬼ドラキュラも、また大ヒットしたことから、一役スターとなった。この時、フランケンシュタインの逆襲で、フランケンシュタイン男爵を、吸血鬼ドラキュラで、バンヘルシングを演じたのが、ハマーフィルムのもう一人の看板名優、ピーター・カッシングである。リーはさらに翌年、 ミイラの幽霊でもミイラ男を演じ、3年連続で西洋怪談のメジャーな怪物を演じ分けたが、フランケンの怪物とミイラは1本ずつで終わった。リーの最大の当たり役はドラキュラであり、ハマーフィルムでは合計7本の作品にドラキュラ役として出演した。しかし、ホラー映画やドラキュラのイメージのみになることを避けるため、1977年より、 活躍の場をアメリカに移し、数多くの映画に出演した。カッシングとは22本の映画で共演したが、吸血鬼ドラキュラを含め、リーがドラキュラを、カッシングがバンヘルシングを演じた、共演作は3本しかない。今もなお、このリーのドラキュラ、カッシングのバンヘルシングを超える組み合わせはないとする、ホラーファンも多い。また二人は、親友でもあり、 その友情は変わることがなかった。小説、シャーロック・ホームズシリーズを元にした映画にも出演した。リーは、マイクロフト・ホームズとシャーロック・ホームズの兄弟双方を演じた、史上唯一の俳優でもある。また、ハマンフィルム制作のバスカビル家の犬では、ヘンリー・バスカビル教を演じている。若い頃から、剣術、馬術に優れており、無名の頃には、 スタントマンとしてその技量を発揮したが、1989年、オリバー・リード支援の三重誌に、ロシュフォール役で出演した際にも見事なアクションを披露した。いとこに、007シリーズの原作者、イアン・フレミング、名に、ハリエット・ウォルターがいる。このフレミングとの親戚関係もあって、007シリーズ第一作、007ドクターノーの映画化に、際して、 フレミング自身がリーに敵型の脳博士役を望んでいたが実現せず、結果としてジョセフ・アイズマンがこの役を得た。リーは007シリーズ第9作007黄金銃を持つ男で演じた悪役スカラ漫画についてボンドのダークサイドを演じたと語った。ティム・バートン監督のお気に入りの俳優の一人となり、1999年の 3B ホローから2012年の ダークシャドウまで5作品に出演した。ロード・オブ・ザ・リングシリーズとホビットシリーズ、ロード・オブ・ザ・リングの出演者の中で唯一原作者の J.R.R. トールキンと面識があった。ロード・オブ・ザ・リング王の機関での出演シーンがエクステンション版以外でカットされたことについて、ピーター・ジャクソン監督に裏切られたとは思わないが、 ただ理解できず、理由の説明も筋が通るものではなかった。と語っている。また自身はガンダルフを演じたかったが、制作側がガンダルフ役には年を取りすぎていると考えたようだ。とも語った。その後、サルマンガサウロンによって暗黒サイドに引き込まれたのかを演じたいと語っており、ロード・オブ・ザ・リングシリーズの前日単、コビット思いがけない冒険。 ホビット決戦の行方の2作品に出演したが、恒例で、ニュージーランドへの飛行機での渡航が困難であったため、ロンドンでの撮影のみに参加、出演シーンも限定された。スターウォーズシリーズ2002年、スターウォーズエピソード2、クローンの攻撃、2005年、スターウォーズエピソード3、シスの復讐に出演、2008年のアニメ映画、スターウォーズ、クローンウォーズでも声の出演をした。 リーは、スターウォーズについて、新しい映画の時代を作った作品であり、映画に与えたインパクトは、とても大きいと語り、出演するのがものすごく楽しみだと、出演に対しての喜びを語った。スターウォーズシリーズでは79歳を過ぎていたが、可能な限りのライトセーバーでの戦いのシーンは彼、自身がこなしたが、激しいアクションシーンは代役である。また、 ドゥークという役の名前は日本語の毒という言葉が由来であると自身の自伝にくしるした。ピーター・カッシングがスター・ウォーズシリーズの帝国軍のターキンソー特役で出演することになった際にリーはグランドムフって何者という内容の手紙を送った。リーはカッシングから僕もわからないという返事を受け取ったという。リーは ロード・オブ・ザ・リング3部作ではサルマン・ザ・ホワイトをスター・ウォーズシリーズのエピソード2とエピソード3ではドゥークー伯爵を演じているがリーはサルマンとドゥークーを比べて次のように語っているロード・オブ・ザ・リングでは私が魔法使いだがスター・ウォーズではすべてが不思議な力魔法の世界であり私はその一部に過ぎない最後歳を迎えても出演オファーは 途切れることはなく、ユマサーマンとの映画が準備中であるなど、おいて、なお多忙な日々を迎えていたが、2015年に、呼吸器疾患と心不全のためロンドンの病院へ入院、同年6月7日に他界した。俳優としての最後の仕事は、2016年に公開された、独立系作品の映画、ノッティングヒルの天使たちとなった。生きる伝説であるクリストファーの、 突然の不法は関係者に大きな衝撃を与え、晩年に仕事をしたピーター・ジャクソンやイアン・マッケラン、名優ロジャー・ムーアなどがツイートコメントを発表した。俳優としての活動のほか、その深く重々しい美声を生かした朗読、歌唱も多かった。トール・キン・アンサンブルとのコラボレーション CD や、エドガー・アランポー作品の朗読が有名。また、コメディ映画、キャプテン・ザ・ヒーローでは、 悪の主会ミスター・ミッドナイトを演じるに際し、その歌声と妙にノリノリのダンスを披露している。晩年は、イタリアのメタルバンドラプソディ・オブ・ファイアの要請を受け、アルバム、シンフォニー・オブ・エンチャンテッド・ランズ2、ザ・ダーク・シークレットに、ナレーションで参加。また、ザ・マジック・オブ・ザ・ウィザード、エス・ドリームでは歌唱で参加している。さらに、アメリカのメタルバンドマノーオのアルバム、バトル・ヒムス・マキシーに、 曲中の語りとして参加。これは同バンドのデビューアルバムのセルフカバーアルバムであり、クリストファー・リーはかつてオーソン・ウェルズが行った部分を担当している。ヘビーメタルシンガーとしても活動しており、2010年にシャルマーニュ、バイ・ザ・ソード・ザ・クロス、2013年にシャルマーニュ、ザ・オーメンズ・オブ・デスと2枚のアルバムを、2012年に A ヘビーメタルクリスマスとレッドレジェンドマークメアーズ・ザ・キングというシングルをリリースした。声優としての仕事もこなし、ストップモーション映画コープス・ブライドゲームソフトキングダム・ハーツ2ワールド・オブ・ウォークラフトなどに出演した。軍人時代のリー1939年にソ連がフィンランドに侵攻し冬戦争が勃発したときリーは学友と共に義勇兵として フィンランドに渡った。彼らは、ロシア人からフィンランドを救うのだと、意気込んでいたものの、実際には戦線を遠く離れた、安全な場所の警備を命じられただけで、2週間後に、帰国を命じられるまで一度もロシア人を見ない、ままだったという。その後、リーは、市役所職員とホームガードを経て、イギリス空軍に入隊した。リー自身はパイロットを志願したが、視力不足で、 断念せざるを得なかった。地上勤務要員となったリーは、ローデシア警察隊に、しばらく勤務した後、第260飛行隊付けの情報将校として、エジプト方面へと派遣された。以後、シチリアやイタリアで転戦し、北アフリカで終戦を迎えた。除退時の階級は大尉であった。伝えられるところでは、彼は1941年より長距離。 砂漠挺進隊に出向して、ドイツ空軍の飛行場への攻撃に関与したとも、他言語に可能であったことから特殊作戦、執行部による、終戦後の戦犯容疑者の捜索にも参加したとも、言われている。そうした、特殊部隊に参加したことは、リー自身も認めていたが、任務の詳細については、話すことを禁じられているとしてほとんど語らなかった。世界女性省に、 妻ギッテと出席する T10K 店に007シリーズの原作者イアン・フレミング名にハリエット・ウォルターがいた。妻はデンマーク人のモデル画家のギッテ・クロエン家。ゴーメン・ガーストの原作者マービン・ピークとも面識があった。ありがとうございます。